塩基性副振構成物質の一つ CI42500 副振、またはローザニリン塩酸塩は化学式 C20H19N3HCl で表される高子色染料である。実際には類似する化合物の混合物であり、その構成物質は様々な名で呼ばれる。個体では暗緑色結晶だが水に溶けて高子色になる。 織物を染めるほか、細菌の染色、消毒に用いられる。副神は1858年、アウグスト・ビルヘルム・フォン・ホフマンによって、アニリンと4塩化炭素から合成された。フランソア、エマヌエル・バーギャンは、ホフマンと同年、独立にこの物質を発見し特許を取った。副神という名は、その製造業者、ルナール・フレール・イフランによって付けられた。由来は、説あるが、 植物学者、レオンハルト・フックスに、懸命された植物福祉屋にちなむという説、自身の名、ルナールをドイツ語にしたフックスに由来するという説がある。1861年のレパートワー・レ・ファーマシーによると、双方の理由で命名したようである。酸性伏進は、塩基性伏進を、スル本化したものである。スル本化によって12の異性体が得られるが、 科学的性質はどれもそれほど違わない。塩基性腹心はローズアニリン、パラローズアニリン、ニューフク腹ンマゼンタニなどの混合物である。実際の組成、性質は製法により微妙に異なる。シーフシ薬を作る場合は、純粋なパラローズアニリンが最も適する。細胞核の染色に広く用いられる。フェノーリ溶液は、石炭酸腹心と呼ばれ。 結核菌の染色に用いられる。この化合物は2つの1級アミン、1つの2級アミンを持つ。2級アミンがプロトン化されると、共鳴構造の寄与により静電化は分子全体に非極材化される。このためこの化合物は強塩基性を示し、これを塩酸で中和し、塩化物とすることで安定な結晶としていることができる。ありがとうございます。